というわけで今日はですね、地元ですね、中学校の学区の範囲の中にある、気になるお店シリーズ、いつでもスイーツっていうね、お店ができたらしいので来ました。じゃあ早速ね、中に入っていこうかなと思います。韓国語でね、書いてます。まずはじめに、入り口手前に、あの入り口には、クリスマスツリーで店内撮影自由です。でその横に、ね、白いおしゃれなね、保冷バッグがあります。こういう感じで400円で、売ってるということで、中がねこんな感じになってます。で、ここにバーッといろんな商品がこの冷蔵庫、ショーケースの中に入ってます。で、ご利用方法が手の消毒をしてカゴを持ちます。冷蔵庫からお好きな商品をお選びください。レジに進み、レジ台付近の案内に従いお会計をお願いします。袋に商品やスプーンを入れて終了ですということです。で、定額じゃなくてそれぞれね、細かく値段が決まっているそうです。400円、450円とか600円、商品こんな感じです。12月限定の商品もあります。お会計方法なんですけども、このスマホのね、スマホじゃなくて、iPad のタッチパネルで買った商品をプッシュしていくということです。いろいろありますね。押して多分お会計が進んでということで、で、まあお金が、まあ、どれぐらい払うのかっていうのが出たら多分この、料金の箱の中に。料金箱の中に入れるということで、これ両替機もね、あれは1000円札を100円玉に崩すものが、両替機があるんです。内容こんな感じになってます。で、詳細は、まあ、このねインスタグラムからということなので、ぜひ。で、飲み物とかもね、置いてるみたいなんです。飲み物もね、置いております。はい、というわけでね、この地元倉敷にこういうね、24時間のスイーツのお店、まあ、無人販売所でもあるんですけど、まあ、自由にね、スイーツを購入できて、家に帰っていただけるということで、まあ、これ本当無人なんで、ちゃんとね、料金、お金をね、支払って、ゆっくり購入していただけたらなと思います。というわけで、引き続きよろしくお願いします。
なかなかね、ちょっとね、通り過ぎてしまいそうな場所でもあるんで、ぜひ、カーナビというかね、Google マップで、道案内されながらここまで来ていただきたいなと思います。駐車場もね、3台あります。で、まあ、隣にもね、いろんな、まあ、お店があったりするんですけど、まあ、それぞれの専用の、ね、駐車場あるんで、その辺もね、気をつけながら、車を止めていただけたらなと思います。まあ、基本的に結構交通量すごいんで、今回。なんで、まあ、ちょっと夜遅めとか、まあ、今日は、ね、まあ、大体21時ぐらいに来たんですけど、まあ、遅い時間帯とか、朝とか、朝っていうか、まあ、めちゃめちゃ朝早くとかがいいかもしれないですね。興味ある方、ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。